キャスカ、串刺しにしたって食えねえ。どうやら客がおいでなすったようだな。なにその1。まずは基本中の四角ボタン。よし、実ワンワン。エルフ次元流奥義その2。次は三角ボタンだ。オッケー。では行くぞ。腰の振り。Thank you.
この調子でいくぞ。次元竜王にその3、次は丸ボタンだ。次元竜王にその4、次はバスボタンだ。これはかなり重要だぞ。さあ、それがガードだ。次元竜王にその5、次は R1 ボタンだ。
3回押して三角ボタンでフィニッシュ。これを極めレッツチャバットバット。難しくなってくるぞ。しかし、お、いけエルフ次元竜王に、次は R2 ボタンだ。ボタンを押すと全力で攻撃が可能になる。本能のままに攻撃するがよい。次元竜王にその7、次は L1 ボタンだ。アイテムの使い方を伝授。なかなか。
ックボタンで大砲切りができるぞ。その8、次は L2 ボタンだ。仲間、つまり俺様の手助けが必要な時に使うのだ。使い方はアイテムとほとんど同じ。妖精の粉には傷を…よし、危なくなった。燃え尽きた。うわ、教える。あとは自分で。うわ、うわ、でか。あ、ファイヤー、あ、わあ、はは。落ち着け。そうだ。今こそ俺様の教えを披露する時。行け、行くのだ。散ってこーい。勝手なこと言いやがる。まあ、やるしかねえか。あいつ、なんて大きさ。でも負けるな、ガッツ。行け、力の限り。こうなったら俺様が。早いわけじゃねえ。
ぶっこんじゃれ。
者。食らう前に止めるしかねえ。